都市公園保全美化功労者に関する市長表彰でございます。都市公園の清掃や除草など公園の保全美化について顕著な功績があった団体に感謝状を贈呈します。今回は23の団体が対象となりました。受賞された皆様はその場でご起立をお願いします。白浜公園愛護会様、千早中央公園愛護会様、舞松原2号公園愛護会様、和城東公園愛護会様、かみつき沼中央公園第一愛護会様、下月沼中央公園コミュニティパーク事業運営委員会様、谷緑地愛護会様、東神町北公園愛護会様、平尾山荘公園愛護会様、永楽公園愛護会様、橿原中公園愛護会様、横手三号公園愛護会様、油山長谷公園愛護会様、茶屋場北公園愛護会様、東油山2号公園愛護会様、熊山1号公園愛護会様、城西公園愛護会様、西油山北公園愛護会様、西油山南公園愛護会様、室見東公園愛護会様、川久保公園愛護会様、十六町二号公園愛護会様、千里西公園愛護会様、以上の皆様です。ご着席ください。それでは受賞者を代表しまして、下月沼中央公園コミュニティパーク事業運営委員会様に感謝状を贈呈します。どうぞステージにご登壇ください。感謝状の贈呈は高島市長より行います。感謝状、下月沼中央公園コミュニティパーク事業運営委員会様。キー団体は長年にわたり下月沼中央公園の愛護活動を積極的に行い、公共施設愛護の思想を啓発し、その保全美化に尽くされた功績は誠に顕著であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和元年10月26日、大賀市長をお願いします。どうもありがとうございます。おめでとうございます。下月沼中央公園コミュニティパーク事業運営委員会様、お席をお戻りください。以上が都市公園保全美化功労者の感謝状贈呈となります。続きまして、花と緑のまちづくり地域活動功労者の表彰です。過去3年以上継続して地域における花と緑のまちづくり活動に顕著な功績があった団体に感謝状を贈呈します。今回は13の団体が対象となりました。では受賞された皆様はその場でご起立をお願いします。今福町フラワーメイト様、極所花と緑の会様、コスモスの会様、桜
桜川公園桜会様。鶴田花の会様。長住団地自治会様。西公園一区町内会様。西長住蓮の花会様。箱崎駅東口ロータリー花の会様。日の出水道機器株式会社様。フラワーアップ塩原委員会様。フラワーボランティア優香様。六三ひまわり会様。以上の皆様です。お着席ください。それでは受賞者を代表しまして、今副長フラワーメイト様に感謝状を贈呈します。どうぞステージにご登壇ください。感謝状の贈呈は高島市長より行います。感謝状今副長フラワーメイト様。 T 団体は長年にわたり花と緑のまちづくり活動を積極的に行われ、本市の都市緑化の推進に多大な貢献をされました。この功績は誠に顕著であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和元年10月26日福岡市長、どうもありがとうございます。おめでとうございます。今副長フラワーメイト様、席をご乗りください。以上が花と緑のまちづくり地域活動功労者の感謝状贈呈となります。続きまして、都市緑化都市公園事業功労者の表彰です。福岡市と企業や個人との共同によるスポンサー花壇の設置において、現在142の企業団体に維持管理費用をご協賛いただき、都心部の花のまちづくりに多大なご貢献をいただいています。今回は新たに協賛いただいた9の企業団体に感謝状を贈呈します。受賞された皆様はその場でご起立をお願いします。朝日生命保険総合会社様。九州電力株式会社様。共立辞書株式会社様。株式会社久米設計様。株式会社三立鑑定様。大成建設株式会社九州支店様。大成ロテック株式会社九州支社様。福岡天神リバティライオンズクラブ様。三井製糖株式会社福岡工場様。以上の皆様です。ご着席ください。では受賞者を代表しまして、朝日生命保険総合会社様に感謝状を贈呈します。どうぞステージにご登壇ください。感謝状の贈呈は高島市長より行います。感謝状朝日生命保険総合会社様。 T 団体は本市と共同で取り組むスポンサー花壇事業にご協賛いただき、本市の都市緑化に多大な貢献をされました。この功績は誠に顕著であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和元年10月26日福岡市長、どうもありがとうございます。おめでとうございます。朝日生命保険総合会社様、お席お戻りください。以上が都市緑化都市公園
事業功労者の感謝状贈呈となります。続きまして、一人一柄運動事業功労者の表彰を行います。一人一柄運動の定着や競争のまちづくりの実現において多大なるご貢献ご協力をいただいた方に感謝状を贈呈します。今回感謝状をお送りする皆様は、市民配布用の花の種や球根の無償提供、区役所の花壇の日常的な維持管理や花の手入れなど、一人一肌運動の展開に寄与いただいております。また市民や団体等が花緑づくりを行う際に企業などから支援を受けることができる一人一肌活動サポート制度において、サポートメニューの提供などご協力いただいています。今回は17の団体が受賞されました。受賞された皆様はその場でご起立をお願いします。エコマルシェ鬼塚株式会社様、環境演出家協会様、株式会社グッデイ様、グリーンハウスベル福岡エフェクト様、久山植木株式会社様、株式会社日比谷花壇様、一般社団法人福岡市造園建設業協会様、一般社団法人福岡市緑化協会様、株式会社フラワーパーク様、福岡ソフトバンクホークス株式会社様、株式会社 A ホールディングス様、プチフラワーの会様、大村美容ファッション専門学校様、浄土春校区自治協議会様、福岡市立福岡女子高等学校美術部様、明の浜商店会連合会様、農林中央金庫福岡支店様、以上の皆様です。ご着席ください。それでは受賞者を代表しまして、株式会社グッデイ様に感謝状を贈呈します。どうぞステージへご登壇ください。感謝状の贈呈は高島市長より行います。感謝状、株式会社グッデイ様。キー団体は、一人一肌運動の啓発、推進に向けた取り組みに尽力され、本市の都市緑化の推進に多大な貢献をされました。この功績は誠に顕著であります。よって、ここに深く感謝の意を表します。令和元年10月26日、福岡市長、高島総一郎。どうもありがとうございます。おめでとうございます。株式会社グッデイ様、お席へお戻りください。以上が一人一肌運動事業功労者の感謝状贈呈となります。続きまして、福岡市緑のコーディネーター10年功労者の表彰を行います。福岡市緑のコーディネーター制度は平成17年度より始まった制度で、市民緑化活動の指導者やアドバイザーである福岡市緑のコーディネーターを市長が認定し、現在213名の方々が福岡市内で緑化普及啓発活動を行っております。この福岡市緑のコーディネーターとしての10年間の活動に感謝を込めて感謝状を贈呈します。今回は第4期生22名が対象となりました。モニターでは第4期生の活動を紹介します。受賞された皆様はその場でご起立をお願いします。磯部隆子様、イム・ウンチェ様、大場春江様、岡村克幸様、折井由紀子様、川原節子様、清永久志様、国松君恵様、
篠明秀夫様、高原薫様、高森利弘様、田中俊子様、鶴田勲様、中川睦夫様、中野重久様、中村由美様、西敦子様、野見山美智子様、広瀬由美子様、桃井誠様、山本弘子様、米倉晴美様、以上の皆様です。ご着席ください。それでは受賞者を代表しまして、折井由紀子様に感謝状を贈呈します。どうぞステージにご登壇ください。感謝状の贈呈は高島市長より行います。感謝状折井由紀子様。議連は福岡市緑のコーディネーターとして10年の長きにわたり本市の緑化活動へご尽力いただき、花と緑あふれる町福岡の町づくりに貢献をされました。この功績は誠に顕著であります。よってここに深く感謝の意を表します。令和元年10月26日福岡市長の島市長、どうもありがとうございます。おめでとうございます。おりゆきこさま、どうぞお席にお戻りください。以上が福岡市緑のコーディネーター10年功労者の感謝状贈呈となります。ではこれより福岡市緑のまちづくり協会理事長表彰を行います。はじめに花と緑のまちづくり賞の表彰を行います。この賞は花と緑による潤いのある美しい街づくりを推進するため、良好な環境づくり、他の模範となる活動を審査の視点として、花と緑の街づくり活動に顕著な功績のあった団体を表彰するものです。前年度までに花と緑の街づくり地域活動功労者表彰を受賞し、かつ活動を5年以上継続している113団体の中から厳正な審査を経て3団体が選ばれました。受賞された皆様はその場でご起立をお願いします。大堀公園ガーデニングクラブ様、箱崎花の会様、フラワーアップ高宮様、以上の皆様です。ご着席ください。では受賞者を代表しまして、箱崎花の会様に表彰状を贈呈します。どうぞステージにご登壇ください。表彰状の贈呈は公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会大谷理事長より行います。表彰第17回花と緑のまちづくり賞、箱崎花の会様、あなたは花と緑の活動団体として顕著な活動を継続し、福岡市の花と緑のまちづくりの推進と啓発に大きく寄与されました。その活動実績は他の模範とするところであります。よってその功績を称え表彰します。令和元年10月26日公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会理事長、おめでとうございます。箱崎花の会様、お席をお戻りください。以上が花と緑のまちづくり賞の表彰となります。続きまして
花と緑の街角写真コンテストの表彰です。今年で20回目の節目を迎えるこのコンテストは、福岡市の花や緑の街角を題材にした写真コンテストを通じて都市緑化の普及活動を図ることを目的としています。今年は花、緑、人と街を新たなテーマとしたところ、応募総数183点と多くの作品をお寄せいただきました。スクリーンでは受賞された素晴らしい作品をご紹介します。まず佳作を受賞された皆様をご紹介します。お名前を呼ばれた方はその場でご起立ください。佳作を受賞されましたのは伊藤聡様、鹿島和夫様、川崎良介様、高高俊一様、清水邦夫様、中村克美様、成清平人様、橋野義晴様、東康彦様、桃瀬義之様、山口光晴様、以上の皆様です。ご着席ください。続きまして入選を受賞された方をご紹介します。お名前呼ばれた方はその場でご起立ください。加藤玄翔様、平井茂樹様、福原良一様、藤井俊成様、船津隆一郎様、若松靖子様、以上の皆様です。ご着席ください。続きまして特選を受賞された方をご紹介します。お名前呼ばれた方はその場でご起立ください。橋本義弘様、丸山のり子様、宮原秀子様、以上の皆様です。ご着席ください。最後に最高賞である大賞を受賞されましたのは山下俊明様です。それでは受賞者を代表しまして山下俊明様に表彰状を贈呈します。どうぞステージにご登壇ください。表彰状の贈呈は福岡市緑のまちづくり協会大谷理事長より行います。賞状第20回花と緑のまちかど写真コンテスト大賞山下俊明様、あなたは第20回花と緑のまちかど写真コンテストにおいて当初の通り優秀な成績を収められました。よってご了承します。令和元年10月26日公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会の理事長です。よろしくお願いします。おめでとうございます。山下様どうぞお席をお戻りください。以上が花と緑のまちかど写真コンテスト表彰となります。では続きまして花と緑のまちづくり推進功労者の表彰です。この賞は福岡市内においてまちづくり活動や森づくり活動を長年にわたり継続して活動してこられた団体を表彰するものです。同協会では
市民の皆様で結成された団体が自主的に取り組まれる地域における花づくり活動や森づくり活動を支援することにより、緑の普及啓発、地域の環境改善、地域のコミュニティの形成などを図る目的で、平成12年から助成金制度を設けています。今回受賞された皆様は10年間にもわたり花のまちづくり活動を継続していらっしゃいます。今回は5の団体が対象となりました。では受賞された皆様はその場でご起立をお願いします。飯倉中央花ボランティア様、旧大病院前田市フラワーボランティア様、小池桜会様、タンポポの会様、花総会様、以上の皆様です。ご着席ください。それでは受賞者を代表しまして、飯倉中央花ボランティア様に感謝状を贈呈します。どうぞステージにご登壇ください。表彰状の贈呈は福岡市緑のまちづくり協会大谷理事長より行います。感謝状。飯倉中央花ボランティア様、本団体は地域の花づくり団体として平成21年度今日までの長きにわたり顕著な活動を継続し、福岡市の花と緑のまちづくりの推進と啓発に大きく寄与されました。その活動実績は他の模範とするところであります。よってここに深く感謝の意を表します。令和元年10月26日公益財団法人福岡市緑のまちづくり協会理事長大谷、ありがとうございます。おめでとうございます。飯倉中央花ボランティア様、お席へ戻りください。以上が花と緑のまちづくり推進功労者の感謝状贈呈となります。受賞者の皆様おめでとうございます。改めまして受賞された皆様に盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。大谷理事長もありがとうございました。